はい、こんにちは、こんばんは、勝弘です。今日の脱獄アプリはリチウムです。こちらのリチウムはバッテリーのアイコンを変更できる脱獄アプリとなっています。バッテリーのアイコンといえばアルカラインという脱獄アプリが前からあると思うんですけど、まあそれとほぼほぼ同じことができる脱獄アプリとなっています。で、まあ設定の中に、まあリチウムというのが入りますんで、そこからなんですけど、まあ一番上が、機能有効のスイッチになってます。でその下にテーマがありまして、まあそこで好きなものを選んで戻ってもらって、それでまあ再起動というか、まあリスプリングですよね。リスプリングをしてもらうと適用できるようになってます。こんな感じで、まあ、バッテリーのアイコンの方が変化できるようになってます。今日はリチウムの紹介でした。ではまたねー。